つも応援してくれるみんなが準備してくれてたんだもんね。うん、すごく嬉しい。さっきまで緊張してたのがどこかに消えていっちゃった。よしこちゃんもすっごく張り切ってるね。リトルデーモンさんたちもいっぱい集まってくれてよかったね。やっぱりこのライブをやろうってアクア全員で決めて本当によかった。応援してくれるみんなにはいつもありがとうって思ってるけど、思うだけじゃ足りない感謝の気持ちをライブを通して伝えられるもん。だからね、今日はルビーの思いをいっぱいみんなに伝えようって決めてるんだ。みんなに頑張るビって言ってもらえてとっても幸せだから、その気持ちも乗せて。スクールアイドルフェスティバルよりももっともっと素敵なステージ